अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम वन पंच मैन वर्ल्ड कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। この前のあれさ、こんにちは。こんにちは。こちらから探索時にご利用されるキャラクターをこちらから探索キャラ切り替え。切り替えたいキャラクターをお選び。クリックしてキャラクターの切り替えを。さあ、行きましょう。行きましょう。おい。めっちゃやる。準備完了。この前のあれさ、やあ、さらに。だから、अबे वे क्या लिखूं? कर भी ले यार। अरे ये क्या लिख रहा है भाई? लिख ले। हम यहाँ लिखते हैं फालतू। ये सही है। この前のあれさ、俺でね、このまれまれさ。行動作戦は何？作戦に参加するをクリックして、この画面から作戦クリックして、チームに加える空白枠をクリック。もう一度チーム編成が完了。
る私に歯向かうつもりか。何者だ。이렇게이렇게빠르게하래아버지역시가오고뭐하냐ありがとう、ありがとう。うん、うん、このキャラクターの簡易的な強化を行う。まだまだまだ。アイコンをクリックすると、レベルアップをクリック。プラスをクリックして。この前のあれさ、モジュール01のクエスト1、こちらからこちらをクリックして合同作戦。ほとんどの怪人には弱点が存在します。それぞれの怪人の弱点に合わせてメインキャラクターは実際に操作されるキャラクターであり、自動的に戦ってくれるチームメイト。技巧タイプの三節棍のリリーを選びましょう。こちらをクリック。チーム編成が完了しました。組が来たからにはもうおしまいですよ。Thank you.
チャをご利用できるようになりました。初回は無料とな。印象武装がご利用できるようになりました。まだまだ先ほどガチャで印象武装を手に入れましたね。各キャラクターそれぞれ同じ印象武装を手は印象武装、印象武装にはそれぞれアクティブスキルは装着することで、ではこちらから有効化できる有効化をクリックして、こちらから有効化できる印象武装を選択して、もう一度有効化プレビューをクリックすると印象武装で得られる印象武装お任せください。ではこの前のあれさ、チームレベル報酬がもらえるようになりました。レベルプレビューをクリックして探索中に行うほとんどレベルが上がるたびに何なんだお前ら。埼玉というものだ。就活をしている。エリア移動を使えば町から町から、エリア移動で迎えるのは町の中でも、こちらをクリックすると移動で、なんだ。ごめんね。
探索中、怪人事件に巻き込まれた市民と遭遇することがあります。そういもう一度こちらをクリックして、敵の弱点を。こちらにステージの特徴や条件が書かれ、今回のステージではキャラクター。では作戦開始。こちらからキャラクター選択画面を。技巧タイプの三節棍のリリーを選びましょう。こちらから素早く有効化した武装スキルを切り替え、こちらをクリックして。チーム編成が完了しました。इतनी चीजें डाल देंगे भाई, सीधी सीधी सी गेम बना दो यार। The champion draws. まさかここまでとはな。やった！焼きたてのパンはいかがですか？うん。まあ、まあ。いや、いや。何？焼きたてのパンはいかがですか？चल यार काफी है, ट्यूटोरियल में गुजर गया सारी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।